はい、どうも、肋骨未完同好会です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんか、初めての企画で、その、動画をこうね、撮ったら、お客さんがいっぱい入るんじゃないかっていう、魂胆がミーティングので上がったので、そういう話があったので、ちょっとこういうね、二人芝居ということで、今回ね、座談会の動画を撮って、いろいろ喋ってみようという企画です。ということで、一応なんかじゃあ自己紹介します。私が、劇団肋骨未完同好会の主催で今回で脚本演出やります。あと出演二人芝居の片割れをやります。藤田大成です。よろしくお願いします。はい、私は次止まりますにはいつも出ているので今回も出ます。あ、田中なぎさと言います。お願いします。はい、はいはい、よろしくお願いします。ということで、なんか喋ります。喋りましょう。喋りますよ。じゃあどうしよう。じゃあ次止まります初夏というのを、我々は、6月の26日から翌日木曜日から26日木曜日から29日日曜日まで、北区王子にありますピット北区駅というちょっと面白い会場で上演します。佐藤咲恵美夫妻の、第1週目ですね。グランドオープニングが犬徳さん、ね、その次の日からやります。次止まりますという作品は一応、3回目の上演になります。ね、毎回渚さんと私で今のところ3回ともやらせていただいて、はい、次止まりますとはどういう 作品ですか。どういうものですか。ざっくり紹介して。ざっくりか。それかも大元の流れっていうと、男と女が。男と女。男と女が。酒と男。出会って。何も起こらない。男と女が出会って何も起こらない。演歌の。もみあがらない演歌ですね。いや、よくわかるぞ。そういうことではないかな。なんかいっぱい変な野菜とか。変な野菜っていっぱい。変な野菜とか。変なバス停はね、なんかやってますけど。ああ、そうだね。こういうものとかね。そう、くるくるしたものとか。なんかね、なんかこういう。くるくるパーさんとか出る。くるくるパーさん。もう完全に見てない人、何を見てるかさっぱりわかんない。いや、見に来ればわかりますけど。そうですね。まあ、バス停が主な舞台になるお芝居なんですよね。はい。で、なんだ、なんか、なんですか、見どころというか、どういうところが面白いんですか。面白いのか。そうですね、面白い。どういうところが面白いんですか。面白いんですか。面白いところはね、まあ、無限にあるわけですけど。やっぱ適当なのちょっと。難しいですよね。なんかあんまりそのお話らしいお話がない。ない。そうですね。会話。
そう、会話をずっと取り留めもない、分かるような分かんないような会話をずっとして、バスが来て帰る、はい、うさむりみたいな感じが、すいませんね、ちょっとなんかね、2人とも喉の調子が悪いついに一昨日もちょっと別のお芝居をやってて、はい、僕は別に出て、あ、渚さんは出演されてて、でも私は出てなかったのに、なんか喉を壊すっていう、まあカラオケオールがね、僕は多分そのせいじゃない違います、私完全にこの2日目の筋肉痛がいいし、うん、楽しくて、僕はだってカラオケほとんど歌ってる、だってその時からもうこんな声だった。あ、そっか、何の話ですか反省会です、反省会ですね、うん、いやだから見どころです、見どころ、見どころ、もうびっくり、うん、なんかあんまりよく、そう、なんか分かんないっていうか、あの初演の時にね、それこそだから王子小劇場の代表の玉山さんという方に、見に来ていただきまして、でその時になんか、ぜひ面白いから王子やってくださいよって言われて、2演目3演目を一月ぐらいの間に王子小劇場でやらせていただいたという、なんかそのような本当のようなシンデレラストーリーみたいなことがあっての3回目ですけど、その玉山さんが面白いからやってくれって言った、その面白い、なんで面白い、何が面白いと思ったのかって話を玉山さんにね聞いて、玉山さんに聞けばいいのでは、うん、という話ですよね、それだ玉山さんに聞けばいいのね、どうしてください、どうしてくださいこれネットに上げて大丈夫ですか、そうしてくれて私たちに教えてください、うん、それでいいの考えた方が良くないですか、面白いですみたいな、なんか期待したことじゃなかった、ああそういうところありますか、言い訳まあでも見たことない、でそうそうを見せてやるみたいな、多分あんまりやってないと思います、似たようなのはよくあんまり知らないですね。なんか不条理劇とか言われましたね。あ、それですね。そう。なんで言われました。はい。今回ね、初夏。初夏。初夏だ。次止まります。初夏。6月末は初夏ではないですね。え、そうですか。初夏ですか。初夏ですか。汗ばむ。初夏ですか。僕初夏って5月とかかな、あ、はぁ、初夏じゃあ6月末は何、夏、梅雨、梅雨、ああ梅雨か、そうかも、梅雨か、爽やかじゃないな、うん、次止まります雨って言われたら、はい、へぇ、それもかわいい、でもそれだと次止まります雨にしたら、まあ舞台はさっき言った通りバス停なんですけど、バス停ってにあるじゃん、こうなんか小屋みたいなのが、ああそっか、あれ作るの、あれ作ってそのトタンの屋根があって、トタンの屋根にバタ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 って雨がこうずっと当たってうるさいだからそう本当に雨降らせないとダメだなって思ってたところでした、思ったら初夏の方が、ね、草の匂いとか出すときだね、うん、ピッと帰宅駅に入ると濡れた土の匂いがするみたい、カビカビ湿ったアスファルトの匂いがする、匂いがする、カエルが鳴いていて、セミが、セミじゃない、なんかそれ系の虫がそれ系の虫となんかいるやつ、いるやつがね、田舎の田んぼとかにいるやつ、それが割れたって、泣いて全然何も演出プラン決まってないんですけどね、そうなんですよ、決まってないんですよね、あと一月だよ、だから何も今ぐちゃぐちゃってあ、じゃあもう今決めよう、おお、なるほど、ここで決めよう、初夏らしさ、初夏らしさを、は
はい、今日は初からしたとは初からしたね、初からしたね、待って、夏らしさまで行くと違うんだもんね。うん、そう、だから夏らしさとか言っちゃうとチューブとか、あ、湘南の風とかになるでしょ。レゲレゲ砂浜ビッグウェブみたいな。じゃなくて初夏ね、初夏、初夏はもうちょっと甘酸っぱいかな。弾けるこうウェイっていく、前具体的には、具体的にはじゃあね、あれどうなんだろう、初夏、うん、あー、うん、昔、初恋、初恋、初恋あれ違う、初夏といえば初恋。ちょっとそれは渚さんの個人的な記憶じゃなくて、違う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 、まあ確かになんか初夏、初夏の頃になんかね、うん、なんだあれにこの人を掘りかけるのはやめた方がいいかもしれない。これ何ですか、渚さんの初恋の話を聞く回になったんですか。うんと違うね、そうじゃないんだけど、でもなんだろう、初夏、初夏なんか甘酸っぱいんだよ、こう初夏なのが、初夏の甘酸っぱいのがこう発酵されてチューブとかになってくるわけです。チューブで初恋だったっていう、初恋はバラの花みたいに好きも嫌いも咲いていたっていう年なんですよ。はい、ほら発酵されてるっぽくないですか。あ、もう初恋があって終わって、 それをこういい年こいた大人が思い出すみたいな、それが夏だと。夏だ、うん、初恋はもっともっと若葉が芽吹くようなやつ、水の滴るようなじゃない、芽吹くような、芽生えなのかな、そうなると。それってもっと春とかじゃないですか。芽生え、生え抜き、生え抜き、芽生え、初夏、初夏の春、初夏の春、初夏の春、お、もう全然なんかまとまる気配になるようですけど。どうしよう、待って、初夏らしさをじゃあ真剣に考えようか。じゃあ逆にどうですか。初夏らしさ、初夏らしさ、お茶とか、お茶、あれお茶って、あ、初夏に摘む的な、6月に摘む、新茶が6月なんですね。お、現実的な、お茶を生やす、お、お茶を売る、お茶を売る。またうどん、この間も水売った。1800円マルチミル、あ、そうです、そうですね、一昨日までやってた、お芝居ね、お水を1本800円で宗教団体が特別に販売する、そう、結局、大楽まで1本も売れなくて、で、だからじゃあ値下げしようっつって大楽で1本150円にして売ったら1本だけ売れました。大楽40人超え期で1本ですね。まあ、そんなことも変なことね。お茶です、お茶を、じゃあお茶を摘む、まあ、お茶の木を豚汁に売ってる、摘むみたいな。ほう、茶摘みか、静岡ですね。ほう、これつくばじゃなかったんですけど、これつくばです、うん、これつくばだし、このアフロフライヤーの写真撮ったのはつくばで、撮ったの3月なんで初夏でもなんでもない、わっ、初夏っぽい、ね、ダメだ、咳が。だから初夏の田んぼって言ったらもっと緑色のはずなんですけどね、こんな茶色いのが、やっぱ初夏といえば結構青々としたようなわけですね。お茶を、お茶か新茶、うん、あとは、あとじゃあ水ようかお茶に合う食べ物。なんかないですか、この AD。
初夏らしさ。ピクニック。ピクニック。AD の意見でピクニックって話したよ。じゃあ一緒にピクニックに行くの。今お芝居のね、ほうに落とし込もうかなと。あ、ピクニックに行く芝居。バスケはどこ？バスに乗って行く。バスに乗って、じゃあバスに乗ってピクニックに行ってもじゃあ。ああ。しようか。盛りだくさん。盛りだくさん。なんか全然違う話だ。ピクニックに。じゃあピクニック行きますか。行きますか。何が食べたいですか。唐揚げ。唐揚げか。こう。唐揚げ。ピクニックといえば。ピクニック弁当は。ちょっと気がつくと思ってた。食い物ばっかり。そうだね、お茶とかそんなの。あれ、唐揚げ売る。いや、忘れてください。物販で唐揚げを売るな。唐揚げめっちゃ作るよ。咳はカットで。じゃあ初夏らしさということは、あれですか、なんかピクニックっていうのは。そうですね。ピクニック。行こう。行こう。うん、あの、じゃあもう、静岡に行こう。音楽出た。静岡にピクニック。静岡にピクニック。唐揚げを持って。で、お茶も。お茶も。という感じで、行ってみないと分かるんですかね。そうですね。はい。じゃあ、っていう感じですけども。はい。じゃあ、はい、あの、あれですよね。今回、あの、佐藤佐吉演劇祭2014プラスということで、はい、佐藤佐吉演劇祭については、まあ、僕よりも多分詳しいサイトがいっぱいと思うんですけど、じゃあ、王子小劇場が主催して2年に1回やってらっしゃる、演劇祭で、今までは、去年までは王子小劇場だけで2ヶ月ぐらいの長い間やってたのが、今年は、期間を1ヶ月に半分に短くして、その代わり5会場で同時多発的にやりましょうという面白いビッグな企画というやつですが、面白い。その中で私が、ね、さっきも言いましたようにピッと来た会場というちょっとトリッキーな会場でやらせてもらいます。ピッと来た会場でやるのはどこもね、ちょっと頭おかしいところちょっと怪しいところが止まったところがすごい。肋骨が最初で、次が、ピアですね、宗教劇団ピアさんですね。でその次が、ナイスストーカーさんですね。ほほほほ、オープニングを掲げるのいいことで、最後は三光ギャットを笑ったら失礼。笑ってはいけない。いい笑いですよ。ドネシアさんの大好きな人がいっぱい出てるしですね。皆さんどこも全団体見るとなんかキャッシュバックキャンペーンとかもあるみたいですので、ぜひうちにも見に来てください。きっと面白いです。はい。ちなみに渚さん的に一押し団体。一押し団体か、まあ肋骨って言ったらいいんでしょうけど、いいのか。肋骨はこういうことじゃないもんね。肋骨一押しなのは当然だ。当然だから。それわざわざ言わなきゃいけないのはちょっと。そうね、それそうだ。私ほんと今回、っていうか、佐藤さん、喫煙劇祭自体に明るくないですけど、あの、記者会見に行かせてもらって、どこもすごい。うん。すごいよ。すごい。まあ、なんか、でもまあ、なーって一個あげていいなら、あの、ナイスストーカーさん、伊藤慎太郎さんの女子愛。女子愛。女子愛。タイトルズバリ、女子とさん。ごつい計算機を水着の女子と合わせたいっていう。いいよね、そういう欲求。僕はもう、日本のラジオさん。ああ。津山事件。津山30人殺しを女子高生林間学校。そう、夏の林間学校。
ゆるふわビザール、ゆりん。ゆるふわ、なんて全滅系、ゆるふわ。なんだっけ、ゆるふわビザールって言ってたと思う。そう、なんか絶対面白い、絶対面白いと思う。女の子、可愛い子がいっぱい出てくる。でその他にも、我々肋骨に感動公開と同じ第一週ね、そうそうたるメンバー。そうそうたるメンバーも、ちょっと、どうするの、どうするんですか、一緒にやる。かたやこの弱った二人ですよ。喉がガサガサみたいな。何も持ってる、空手の二人を。ねえ、かきくう客さんであるとか、赤坊さんであるとか、犬とくしさんであるとか、ババフラミンゴさんであるとか、のこもかしこもね、なんか独自の面白さをこうして、いっぱいファンもいらっしゃる。コスミ感動公開、無手です。ファンとはファン欲しい。何も持ってないんで。あ、で、ね、6月28日土曜日が5団体全部見られる。そうなんですよ。日になってますね。そうなんです。なんか、これは1都3県以外の人限定らしいですけど、玉山さんと一緒にこう全部回れるツアーみたいなのがあるみたいなんで、応募してみたらいいんじゃないですかね。朝スタートの9時集合、9時集合ってみんなで朝ごはん食べるってすごい面白いですけど。いいな、行きたい。うちが1時の回ですね、それが来るお昼の回ですね。はい、まあ、ぜひ来てください。佐藤さん、経営者にも話をしました。しました。はい、ギースパさんがうちに出ることになったのはあれですか。まあ、次と思いますね。初演がね、最初なんですけど。あれは遡ること2年前。2年前。私がまだお芝居を始めてもない頃ですね。で、舞台に立ったことのない頃に。見学出た劇団のワークショップ、ワークショップの稽古に藤田さんが、その時、その稽古の作品に出てて、それ私が見学してて、で、なんか、まあ、年が離れてると思ってたんですよ。要は、ずいぶんきっと年上だろうから。持ちネタですか？そう。で、よ、あの、リアルに出すと38歳だと思ってて。マジで？マジで、マジで。僕、今年40ですよ。いや、大丈夫です。今も38だから大丈夫です。そう。永遠の38歳だったんですよ。そう、それで、だからなんか、あ、こんなね、私みたいなペーペーの診断なのを話しとけるのは、と思って、で、こう、結局、その劇団の1ヶ月ぐらい、うん、ずっと見学行って一回も喋らないまま、本番の2日前ぐらいの稽古で帰り道にふと隣り合わせてしまって、それで、あ、なんか話さなきゃって思って、ただなんかこの人前にたま反応してたのっていうところを思って、何の音楽が好きですかって言った瞬間から、気づけばカラオケで用を足してたっていう。2日前じゃないよ、結構前。そうでしたっけ？結構前です。え、そうでしたっけ？さすがに本番2日前にカラオケにもしません。今考えたらそうだった。そう。で、なんか、それで仲良くなって。最初、バンドの話をしたんですよね。そうですね、そうそう。で、なんか、なんだっけ。で、打ち上げで。打ち上げじゃなくて、なんかその後に普通に飲むみんなで飲んでた席で、なんか面白そうなんで一緒に芝居でもしませんかみたいな。ああ、そうだそうだ。なんかナンパしました。いけますね。ナンパしました。そう、で、最初そう、僕ね、5人ぐらいの芝居をやろうと思ってた。思ってたんですけど、蓋を開けてみたら、
役者できる人が全然いなくて劇団に肋骨未完の奥のスタッフ、精鋭なるスタッフ集団との呼び声の方へ、ね、いっぱいいますけど、ここに一通り、一式揃っているといってね、それが一人もいなくて、役者できる人は本当だから僕出るつもりなかったんですよ、最初。ああ、みんな出て、みんなというか誰か出て、成田さんも出て、僕演出で遊びやろうと思ってたんだけど、全然違う。あ、でも全然人集まんなくて、僕と成田さんと、あとまあ、千澤さんが、まあ、当時役者やれそうな感じだったのでができるかなと思ってたら、千澤さんが結局ダメで、僕と成田さんで二人芝居か、ほとんど芝居やったことないそうなんですよね、二人芝居かって、おぞおぞと僕がすごい恐怖しながらメールを打った記憶が、なんかある日突然謝罪メールが来て、ごめんなさい、二人芝居なんですけど、なんですけど、どうもおー、やばい、やばい、事故が起こりましたけどなんという事故、電話が来ましたね、電話今まだ鳴ってますけど来て、謝罪が来て、二人になるのどうですか、もしダメなら僕が一人で何かやりますか、それはちょっとなんか切ないなって思って、あ、それでしょうがなく、いや、そうじゃないですよ私は別に、なんだいたい、まあいいかっていう精神の、なんか楽しそうだし、やればいいです、なるほどね、まあまあ一緒にお仕事したかったんですよで、結局その二人芝居のことになって、それが次ともありますか、ね、そうですねそうこれですからね、これです、それがね、なんそなんそんなのが3回もう3回ですよ、お、世の中わかんない、そうなんですね、はい、っていう感じで、そんな感じはないと思うんですなんか、何の話したらいいんでしたっけ、あと面白いで絶対ね、これも、ああ、なんか抱負じゃないけど、目標じゃないけど、なんですか、なんか、この芝居期間中に、じゃあ本番終わるまでに、本番終わるまでっていうか、まあ本番終わるまでにしようか、じゃ本番終わるまでに一個目標を立てる回ですね、うん、目標ねどうしよう、目標っていうか、うん、できたらいいなっていうのは、私これはどのお芝居に出るときでも思ってるんですけど、まあ、劇中とかで、うん、なんかこうやむを得ず物を食べる、うん、それでお腹を満たす生活費を浮かす、食費かす、で、それは実費もらう、いい、あ、だめです、やむを得ないから、それはひどすぎる、ひどすぎるでしょ、それ、それ目標でもないの、いや、目標です、何ですか、何かあるかな、そうだな、うん、まあ、うん、じゃあ真面目な話を、真面目な話をするなら、私これは初演がほぼほぼ人生でその初舞台で、うん、実際には2回目、そうそうそう、一回そのしかもそれは東京じゃないね、山形県で公演したのが初めてで、うん、で東京で初めて公演をしたのが次となりますの初演で、でまあその頃でまあ何も、本当に何も知らない、何も分からない、できない、空手、はっみたいな感じでやって、で、なんかでもその時にその、素人臭い、素人臭いのがいい、ずっとそのままでいろみたいな、割と何、勝手なことみたいな、いっぱい言われて、でもそれでも、その後まあ、数回、ちょっと箇所よりも今、破壊しますけど、数回舞台をやって、で、なんかまあ最近、自分の中でどんどんその、昔の、そのなんか、何かどんどん取りこぼしてっていう気がするので、
プリミ、プリミティブなやつを。そう。どんどんね、手からこれを落ちていく、ね、うん。なるほどね。別に同じものが欲しいわけじゃないけど、何かしら。取り戻そうと。取り戻せたらいいのかな。おお。これだね。おお、真面目な話だ。真面目だよ。一個ぐらい真面目なこと言ってもらわないと、ちょっとなんか、あんまり話したくない人みたいな目で見られるかなって思って。僕は、なんだろうな、なんだろう、なんですかね。え？で、面白いこと言うと思ったんですけど、何も思いつかなかったですね。面白くないこと言うね。とりあえず喉を治す。それ、もっか、もう最速に行った方がいいやつじゃ。明日明後日ぐらいまでに直さないといけないやつですね、本当はね。本当は今日までに直ってないといけないですね。そうですね。ゲホゲホしてる場合だね。そうだな、でも真面目な話する空気になっちゃったから真面目な話しようか。じゃあほうなんか、あ、いや、もともとね、次止まりますなんて別に3回もやるつもりなかったですけど今回というか、まあ、再演もやるつもりなかったというか、まあ、つもりなかったっていう、やりたくなかったってことじゃないですけど、やるというね、やることに向けてじゃないですか、ね、うん、想定がなかったので、やってって言われたから、はい、やりますみたいなところがあるから、もう3回だったら、1回、2回はまだある方というか、1回やって、もう1回再演もまあある方。もう1回2回やってもう3回目やったら3回やったらあと何回やっても同じじゃないですか、うんうん、って思うんですよ。だからもうずっともうこれはもう必ず僕よりも美沙さんがずっと出るかどうかっていうのはまた分かんないけど考えなきゃいけないと思うけど、でも次止まります自体はもう3回やったらあと何回やっても同じなんで、今後もなんか節目節目でやったらいいんじゃないのかなって思ってるんですよ。まあ、そのための芝居にしたいですね。そのなんか、うん、なんか生きるための芝居。ずっとやり続けて。うん。そう。僕はなんか、芝居は2種類あると思って、生きるための芝居と死ぬための芝居があって、肋骨の曼荼羅は割と僕の中では死ぬための芝居だったんですよ。なんか、まあ、それはあのこれがあってなんかすごい大盛況、もうなんかお客さん2000人ぐらい入ってとんでもない拍手喝采の中この芝居が幕を下りたら僕はそのまま死んでもいいと思えるかどうかっていう、まあなんか分かんないけど、なんか生きるための芝居と死ぬための芝居、この芝居で僕の人生を終わらせるのか、あるいはお芝居をやることによって今後お芝居をやり続けるのかどうかみたいな、っていうだから生きるためのお芝居にしたいですね、うん、という話でした。わかんない話をしてね誰もわかんないね、もう浸透してるからね生きていくためにはうん、生きにくさみたいなのがテーマだと僕記者会見に行っちゃったから、それ全面そうしないといけない、全面に押し出していきましょう、はい、というわけで、長々と喋りましたけれども稽古もせずにこれから稽古しますからね、はい、頑張ります。で、劇団肋骨に感動公開、佐藤佐吉演劇者2014プラス参加作品、次止まります、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ぜひ見に来てください。はい、なんだっけ、なんか喋ろうと思ったら忘れてた、まあいいや、これから1ヶ月、皆様を、不毛の
地でお待ちしておりますので、ぜひ見に来てください。本日はどうも見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。